ランナーは一塁です。バッターボックスは5番の井出穂。高く上がってレフト下がって角中フェンスにつく、越えた。ホームランテラスに飛び込んでいます。ホームラン、井出穂のホームランはツーランホームラン、2点を返します。今シーズン第7号7対4。さあ3点差。いや、こういう一発があるわけですから、まだまだゲームは分かりませんが、この一撃です。ご覧ください、高く上がってボールはフェンスを越えていきました。今日も井出穂は長打。